ヶ月でどのくらいの量を作れて月の収入としていくらくらいになりたい。そうなんですよね、そうなんですよね、難しいね、難しいよな。いつかな、私が本当に切り絵だけで食っていけるようになったらな、私がプロ作家になったらな、このくらいの小さい切り絵だろうが3000円で売るんだけどな。1分1000円はさすがに、どんだけ有能な人だっても1分1000円はさすがに。さあ飲みな。ありがとうございます。ナンコロさんおはようございます。構想からだと莫大な時間、本当ですよ。こういうのはまだあれですけど、例えばコンテストに出すような作品で、それを販売にまで持っていくってなっちゃったら、下絵を作っていた時間とか、あとここで使っている、まあ、技術とあんまり変わらないけど、でもそれでももっと細かいものを作ったりするから、そういうのを考えたらもうとんでもないっす。あ、ボットね、来たわね。久しぶりに来ましたね。ハイドレート。暑い。もう暑い、今日。ボット絶対殺すマンの何かけて。削除させていただきました。私だけ1000円にしてくれたらいくらでも大丈夫。そっか。特別優待チケットみたいなことね。慈悲はありません。ツイッターに来る、ボットいるじゃないですか。フォローボットみたいな。ああいうのにも容赦はしません。鍵アカでフォローしてきて、後から外すタイプのやつも容赦なくブロックします。ブロックの際には必ず通報もします。どうもボット絶対殺すマンです。クーラーないっすね。バスについては初日3000で2日目3日目で値段下げていこう。あー、2日目までしかいない、2日目までしかいない。みんな2日目においで。安くなっているかもしれない。あ、いい感じかな。本当は竜宮の使いって全面銀色なんですけど、ちょっとね、半分カラーをここではやらせてもらってます。エンタメなんでね、アートも。写実じゃねえじゃんって言われてもそれはもうしょうがない。それを目的としていないので、ここではそのようにさせてもらってます。よいしょ。ボットは木に吊るしてカラスに食わせる。見せしめじゃ。始終引きずりの刑です。最近ディスコードにもね、来ますね、ボットで。うちにもこの間ディスコードにね、スパムボットが湧いてしまったんですけど、悲しいことに、その以前はまともだったアカウントが乗っ取られてスパムをばらまいちゃったタイプのスパムボットだったんですね、悲しいことに。でも本人が、ま、海外の方だったんで、その入ってるディスコードのサーバーの数とかも多分ね、我々とはもう比較にならないほどたくさん
入ってるだろうし、乗っ取られちゃったらもうね、全員に連絡する術なんてないから、ないだろうし、他の人がリンク踏んでどうにかなったら困るし、と思って、申し訳ないんですけど、その方はね、一時的にバンをしてしまったわけなんですけれども、なんかこういうことなのかな。海外のさ、ゾンビドラマとかで、知り合いがゾンビになっちゃった。でもやっつけないとみんなが危ないっていう、そんな気持ち。ゾンビに構えてゾンビになった。そう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 、ナンコロさん、そう。今コメント欄見てないで話したから、ナンコロさんのアイディアを私がまるで自分のもののように喋ってしまった。盗っ人になってしまった。あ、ユンさん、ユンさん、おはようございます。レイドありがとう。まあ、ナンコロさんのアイディアをまるで自分のものかのように喋ってしまった。着替えますね。同じ例えをね、出しましたね。Thank you for the raid! Welcome raiders! ユアさん、配信お疲れ様でした。あ、ユアさんのウェルカムパーティーですね。ありがとうございます。あ、さよりさん、ソーシャルと、最初の、コマンド、ありがとうございます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。皆さん、朝活されてたんですね。お疲れ様でした。ちょっと待ってくださいね。ゆあさんの、まずはシャウトアウト、紹介とシャウトアウトをさせてもらいますね。よいしょ。ゆあさんはですね、ちょうど昨日私、レイドしたんですけれども、昨日一緒にレイドしてくださった方は、作品もね、見えたかなと思うんですが、ユアさんは、フェイクスイーツ。粘土でフェイクスイーツを作る配信者さんです。いやー、とんでもございません、ユアさん。そして、ユアさんからもレイドありがとうございます。嬉しい。ユアさんはね、お手手だけの手元配信をされてるんですけど、私みたいな感じで。で、ここで、ちっちゃい、さくらんぼとかいちごとかも作るし、実物大っていうのかな？のものも作るし、昨日はね、2段ぐらいのケーキを作ってらっしゃいました。あははははは。気にしないでください。大丈夫ですよ、ゆあさん。いや、私、ゆあさんのストラップ買ったんですけど、ちょっと別の部屋に今置いてあるんだよね。ちょっとね、取りにすぐ行けないんですけど、ゆあさんの作品ね、見てほしい。配信見ればもう一目瞭然です。すごくね、ゆあさんのインスタの写真とかここに写しても大丈夫ですか？ちなみにユアさんのそのインスタとか物撮りの写真とかめちゃくちゃ綺麗なので、写真好きな方とかもおすすめです。とずれてます、横にずれてます。見てほしい。じゃじゃーん、これ全部フェイクスイーツです。ユアさんが作ったアクセサリーや雑貨です。エコー、ハロー、ウェルカミン。We ready to buy ユアさん。ユアさん is fake sweets creator. Yes, happy Friday. Finally, we reach the Friday. やったー。こういったマカロンとかも。すごいですね。
かわいいでしょ、これ全部手作り。全部手作りです。Fake sweets. We cannot eat these. 食べれません。で、これね、完成させられてました。詳しくはツイッターの方でも、多分インスタの方も後でアップされるかもしれませんが、ぜひぜひ見てほしい。あるかな、私が買ったやつ。私が買ったやつあるかな。あ、ここにはないかもしれない。このマカロンも売ってました、デザフェスで。私が買ったのは、チョコパイのストラップなんですけど、遡ります。ああ、あった。私はこれをね、一目惚れして絶対買うぞと思って。その日のラス位置を買いました。これかじられてるのとかも可愛くないですか？ちゃんと合うんですよ。この片割れの部分、片割れの方と大きい方とピタって合うんですよ。可愛いの。なんかちゃんとね、チョコでツルツルしてて、外側も。すっごく可愛い。いいですよね。しかも写真もめちゃくちゃ綺麗。私写真下手すぎて、マジですごいなと。難しい。まあ私のね、スマホとユアさんの一眼とはもう比べ物にならないんですけど。よいしょ。こういうタルト。デザフェスで見ましたけど、すごかったですよ、タルト。あ、これデザフェスのあれだ。ぜひぜひ、ユアさんをチェック&フォローお願いします。よろしくお願いします。ユアさんのアイコンがね、自分の作った作品のアイコンになってるので、前も確かいちごちゃんを描いたんですけど今回もちょっといちごちゃんを描きたいと思います。ユアさんすごくね、口調も優しくて、おすすめ配信者さんなので、分け方とかは本当適当です。本物に会いたい方はユアさんが出てくるイベントにね、ぜひ直接会いに行ってみてください。とんでもない、超おすすめなので。私がそもそもフェイクスイーツが好きなんですよ。いちご、フェイクスイーツが好きで、それのね、工程を見れるだなんて。今日の口調はあまりおすすめできないやもしれません。レアです。今日のユアさんの配信はレアです。髪型もこんな感じではないんですが、適当に描いています適当に描いています。私はね、ユアさんとちゃんとお会いしました、デザフェスで。もうあれからだいぶ経ちましたね。難しい。あが難しい。ぜひとも皆さん、フェイクスイーツ好きの方、お手元配信好きな方、はたまた、和菓子、洋菓子、お菓子が好きな方、ぜひぜひチェックしてみてください。ユアさんはね、不定期配信なので、次は絶対生で見たいっていう方も
今のうちにフォローしておけば次の回忘れずにチェックできると思いますので、フォローをお忘れなく。かわゆすですか？嬉しい嬉しい。本当にね、すごいんですよ。よいしょ。私が最初にフェイクスイーツに出会ったのって、まあ名前とかはね、名前とかそういう作品があるっていうのはもちろん知ってはいたんですけど、実際にフェイクスイーツの作品を手に取ったのが、人から、そういう趣味でやってる人から、吉尾さんこれあげますって言って急に、もらったんですよ。フェイクスイーツを。で、その時に初めて、こう手に取って、まじまじ見る機会を得まして、でそれでもう、なんだろう。もう好きになっちゃったというか。まあ、ただ、自分でやろうっていうところにはなぜか至らなくて。マジでどうしたって見てきた。見てきました？アーカイブ見てきました？不思議なことに私はですね、フェイクスイーツは見る派。見る派なんですね。造形がね、大変だと思う。しかもユアさんって独学じゃなくてちゃんと習い事としてやってるんですよ。だから全然なんだろうな、出来が違うの。私のそのいただいた、ね、突然いただいたそのフェイクスイーツの方も趣味でその自分の好きなように作ってるのもすごいクオリティだったんですけど、ユアさんの習ってるからっていうのもあるんでしょうけど、ちゃんとね、こう作品のクオリティをチェックする方がしっかりいるってすごいな。いちごとか、その、さくらんぼとか、ブルーベリーもそうなんですけど、断面がとにかく、本物やんけみたいな、断面してるんですよ。そう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 、面白いですよね。すごいっす。すごいんですよ。とにかくね、断面がすごい。やっぱプロの先生に見てもらってるから、やっぱり教えてもらえるじゃないですか。良くないところとか。そういうのね、そりゃ上達しますわって話。で、最近はさ、100均でも、その、粘土、樹脂粘土っていうんですか？フェイクスイーツを作る用の粘土みたいなのも販売してるらしくて、皆さんも興味があったらやってみてはいかがですかね。なんかいちごの種のこの切り方をちょっとコツをつかんできたところで最後のいちごになってしまいました。あるあるですね。師匠のおかげです。いやー素晴らしい。でもそれもね、やっぱりフェイクスイーツっていうそのアート制作に魅力があるからですよね。と素敵な世界だなと思います。フィギュアとかさ、フェイクスイーツとか、そう、造形って私、物を多角的に捉える、空間の中でこう多角的に捉えるっていうのが、すごい苦手なので、特に、
憧れがありますね。切り絵はやっぱ平面じゃないですか。奥行きぐらいしか考えることが言い方失礼ですけど、まあ立体切り絵の方とかもいますけどね。結局でも切り絵で作る部分って平面じゃないと切れないから、だからなすごいなって思うんですよ。ほんと 3D とかもそう、ね、いろんな人がいろんな得意なものを持ち寄ってさ、配信してるツイッチってすげえな。まあそれを言ったら YouTube とかもそうなのかもしれないけど、 YouTube の方はあんまり見ないので。よいしょ。その100均ショップ粘土で、あ、100均ショップ粘土で、制作会したいんですよね。うわー、いいと思います。なんか集めやすいじゃないですか、100均って。だから敷居が低いし、やりたいけど道具がねみたいな方も参加できる。素晴らしい。なんかさ、グルーガンとか売ってんのよ、100均に。なんでって思うじゃん。多分そういう趣味の方のためだよね。もちろん100均のグルーガンだから、100均に置いてあるのに高価な商品の部類になるんだと思うんですけど、グルーガンが置いてあるんですよ。切り絵もそうですね。私はそこが一番大きいかなと思ってます。デジタルアートを、まあ、本格的にやるってなると、タブレット、お絵かきソフト、パソコンなどなど最近は必要ですけどね。まあ揃えちゃえば、いやでもそうでもないか。そうでもないか。ペン先とかはずっと買わなきゃいけないしな。まあその言ったら切り絵も一緒か。切り絵に関しては初期費用がかからない。そう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 、ハンドメイドに力入れてますよね。助かってます、100均。私も紙を買ったりするところ、まず100均を見てから他の専門店をちょっとネットで覗いたりしちゃいますね。100均で揃うなら100均でって思っちゃう。切り絵を入れるフレームなんかも、もちろん100均に比べたらあのお高いフレームは見栄えもするしかっこいいんですけど、ちょっとした作品のなんか小さい作品とか、そういう、よいしょ、ものだったらフレームも100均で全然賄えちゃったりするし、100均で初めの頃はね、100均のものはその時だけ使えればいいみたいな、デザインもそんな可愛くないし、ペンもすぐダメになっちゃうしみたいなものだったのが、デザインもね可愛くなってきて、あ、ゾーンさんおはようございます。フレーム大事、フレーム大事です。娘ちゃんはレジンしまくってますね。あ、本当ですか。レジンもちょっと気になってるんだよな。いろんな人からおすすめされる。岩さんレイド、ありがとうございました。おはようございます。暑いですね、すごい暑い。私は今日は、あ、ちょっと待ってください。よいしょ、よ、竜宮の伝いを作っています。わかりますよ、そりゃ。後ほどツイッターにアップしますね。ありがとうございました。
そんな可愛い岩さんも遠慮なく行きたいと思います。3、2、1、グヒャー、ありがとうございました。グシャー、こっちの竜宮の使いもそろそろ終わりに実は近づいてます。よいしょ。おお、すごい。すごい切りづらい。こうなるのか、なるほどな。よいしょ。だんだん切れてきました。そう、ぐしゃーまでがレイドのお礼です。ありがとうございます。お礼とはお礼とは何ぞ。今ちょっとここまで来ましたね。あとここのね、部分だけ切ったら、あと外周切って、これは終わりです。どんどん切ってます。あー、しまった。ここヒレあったの。ヒレ切ってなかった。まだまだ時間がかかりそうです。失礼しました。ね、下絵をすべてもうこのキラキラする折り紙に、よいしょ。印刷してあるので、もう私は、どんどん切るだけ。そう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 、そうだそうだ。ちょっと朝、ちらっと話したんですけど、インスタにね、私のフォロワーじゃない方から、よいしょ。あなたの作品素晴らしいですね。販売してるのであれば、1万以上買いたいです。みたいな DM が来たんですけど、その方のプロフィールに飛ぶと、まあその方もアートやってるっぽくはあるんですが、投稿は10個くらいしか投稿してなくて、さらに、まあ海外の人なんですけど、プロフィール欄に NFT コレクターって書いてあったんですよ。これは無視していい DM ということでよろしいでしょうかね。ね、よくありますよ。インスタだと、こういうの。そうですよね。なんか、フォローしてもいないのに、何言うとんねん。何言うとんねん。そう、NFT はちょっと、NFT コレクターさんの、そういうのはね、マジで。気をつけなきゃいけない。あとね、それが2日前に来てたやつが、なんかインスタもね、DM がうまく届かないんですけど、Twitter も全然 DM 死んでいて、そうそうそうですね、詐欺は多いです。かなり多い。インスタは。インスタアート界隈、詐欺めっちゃ多いですよ。で、ツイッターの方も久しぶりに DM 確認したら、5日前くらいに来てる DM があって、そっちはそっちで、日本国内のギャラリーにあなたのアートを出展しませんか？素晴らしいアートですね、みたいな。あ、小葉さん、おはようございます。私のツイッターの DM に来た怪しいメッセージについて報告しています。もうそこは確かに存在するギャラリーではあったんですけど、でもね、すごいいろんな人に、なんていうのかな、送ってる